朝日自動車越谷営業所は、朝日自動車株式会社の営業所の一つである。埼玉県越谷市、草加市の路線を中心に運行するが、東京都足立区のコミュニティバス、春風の一部路線も担当している。2020年からは、草加市のコミュニティバス、パリポリクンバスの一部路線の担当も開始した。東武バス越谷営業所の遺憾を受けて開設された営業所である。 本校では、前身となる、東武バス越谷営業所及び、その参加にあった春日部出張所についても記述する。南越谷駅、北口駅、春風八代駅、北口駅総合体育館方面に吉川方面、岩月方面、花田方面2002年1月より、足立区、コミュニティバス、春風2号、2020年1月24日より、草加市、コミュニティバス、 パリポリ君、バス新電ルートの運行を担当している。春風に充当される車両には、足立区内で模様されるイベントや、公共広告が車内外に掲示されることがある。中型車は、日野、レインボー、イスズエルガミオのオートマチックトランスミッション。大型車は、日野、ブルーリボン、イスズエルガが在籍し、全車ノンステップバスである。また東部バスから移籍したイスズ富士従工業ボディの、 大型のオンステップバスが一台在籍しており、この車両は、朝日自動車では、数少ないマニュアル車である。コミュニティバス、春風、越谷駅東口、私立図書館線、南越谷駅、私立図書館線、南越谷駅,越谷,駅越谷南体育館線、新越谷駅7左7丁目線、日田駅松原団地駅線、松原団地循環線は、小型車の日の、ポンチョ。 日の、リエッセで運行される場合が多い。日の、リエッセで運行される、関係上、かつ、路線自体が、幹線道路を横断する渋滞のためなど、輸送力の都合から特に朝夕の通学時間帯には、ダイヤ乱れや積み残しが起こる場合がある。行き先表示器はほぼ全ての車両が、LED 式となっている。LED 式表示器については、終ス表記も行われる。 登録ナンバーは、カスカベであったが、2014年11月17日から、ご当地ナンバー、コシガヤの交付が開始された。これに伴い、以降の新車や他営業所からの転入者は、コシガヤナンバーで登録されている。東武バスコシガヤ営業所とは、埼玉県コシガヤ市大技大房にあった、東武バスの営業所である。2000年9月30日で閉鎖され、傘下に、 カスカベ出張所と堺井出張所が入っていた。平成5年までは吉川出張所と三里営業所も参加に入っていたが、三里出張所の営業所下に伴い吉川出張所の管轄が三里に変更された。一時期は観光用のバスも保有していたことがある。また、廃車となった路線、観光用のバスが留置されていたこともあった。カスカベ出張所担当開通当初は、 竹里駅西口発着だった。平成8年頃に春日部温泉まで延長された。なお、開通当初は春10と同様に春日部共栄学園まで運行していた。平成8年頃に春日部温泉まで延長された。なお、開通当初は春07と同様に春日部共栄学園まで運行していた。春日部出張所担当路線の内部礼1、春零8。 春11以外はすべて、朝日自動車カスカベ営業所に関されたが、2002年3月に、閉所となり春06は朝日自動車杉戸営業所に、1001から03と、部3.04は、越谷営業所に関され、残りの路線は廃止された。閉所後の跡地は、カスカベ競栄中学高等学校のグラウンドに、転用され、停留所名もカスカベ車庫から、グランド前に変更された。 下記のコシレさんとは無関係か須カベ市長所管内。ありがとうございます。